いろんなものを作っていきたいっていうのがあって、だからこう同じぐらいの配信者の人とかでも嬉しいし、今すでに何か打ち込んでやっててね、あの何か特技があるとか、なんかそういう方とかと何かできたらなって思ってるんですよ。で今までだったらその潜在意識の講座とかをやって、そこにこう来た方とか養成コースに進んだ方とかそういう方とかとこうグリップ組んで一緒に何か作っていくってやってたと思うんだけど、私これからの時代ってね、やっぱり感覚とか感性の方が大事だなと思ってるので、うん、頭に入れるよりも日常生活の中で体感するとか体現するとか、なんかそういう裸に見えます、ウケる着てる着てる、ごめんごめん、私もさテストしてた時これ全裸に見えるなと思って、ちゃんと服着てますからね。 そういうあのやつもやりたいなって一個思ってるんだけどさ、そういうこう感覚が研ぎ澄まされたりとか、一緒になって歌ったり踊ったり、なんかこうステージにいる人とも一体感を味わえるような場作りがしたいねっていうのをマリちゃんと言ってたのね。でそれは実は私たちはある女性がきっかけで出会わせていただいたんですけど、その女性たちと一緒にあの音楽のこうイベントとかやってたんです。毎月は言い過ぎか、 2,3 ヶ月に1回かな、やっててこう感じる時間っていうのを一緒に作ろうっていう。今若干ゲップ出たんですけど聞こえました？大丈夫だった？ちょっとこらえながら今ゲップ出たんだけど大丈夫かな。まあいいとして、あのマイクがちょっと音良すぎるから拾ったんじゃないかなと思ったんだけど、まあまあいいとして、あのその音楽の何そうそうやつをやってた時にさ、やっぱり来た人たちと一緒に歌ったりみんなが知ってる歌をね一緒に歌ったりとか一緒に踊ったりとか、なんか みんなでステージを作るんじゃないの、あのお客さんとか。例えばね、私沖縄の音楽のダンサーみたいなPV にも出てたりとかしてたのね、実は。でそのステージで踊って、沖縄ってみんなでさカチャーシーって言って踊るの知ってます？なんかそんなのとかをやったりしてたの。でそれをふと思い出して、やっぱり来た人と一緒にこうなんかやったりとかするような何かを作りたいなって思ったの、うん、でそれを昨日思ってすぐマリちゃんに連絡してやろうと。でオリジナル曲作りたいって言って、でこういう雰囲気の曲ってマリちゃんに言って、でそれにあの多分適当にあの歌詞とか振ってくると思うからっつって言って、あのそういうことをちょっとやろうと思ってて、まあ、来年の春前後ぐらいにできたらなっていうふうに思ってるんですよ。そういうのも多分私は今体調崩して寝込んでたからこそ本当にやりたいことに向き合えた。でそれがじゃあやって何になるのって言われたらそれまでなんだけど、でも想像したらワクワクするんですよ。なんか面白そう、楽しそう。今までずっとあのうちの夫がステージに上がって歌ってるの見て、あなんかいいなって思ってたり、一回ね私本にも書いてますけど、あの菅氏香さんに嫉妬したりね、ステージの上にいる菅氏香さん羨ましいなと思って嫉妬したりとかしてた。でその感覚をちょっとふとやっぱ無視したらダメだなっていうふうに改めて思ったから、そういうことができていけたらいいなと思ってる。だからみんなもなんかこうふと思ったこととかを無視しないでほしいなって思うのね。私もようやくずっと無視してたけど、やっぱ無視するのやめようって。なんか楽しそうだし、なんかそれでみんなで作ったらすごくいい場になる気がするんですよ。イメージでこうイメージが湧くし気持ちが上がるから、あ多分できるっていうふうに思ったから、なんかそんなのやりたいなと思ってる。うん、だからそれはもうちゃんと準備して、あの歌詞も作って歌も作って、でボイトレもしてて、今このノートの状態だから無理なんだけどさ、まあ、せっかくこういうマイクも買ったからさ、もういい音で届けられるわけやん、うん、だからそういうのやったり、でさっき言ったさそのコミュニティですよね、あの本当のつながりのコミュニティみたいなのは、あのいろんな地域でできたらいいなと思って、海の近く行ったり軽井沢行ったり、なんかそういうところで自然を感じながら一緒にこう未来について思い馳せたり、ちょっと勉強になるようなことちょっとね、あのエッセンスをお伝えさせてもらったり、ワークをみんなでやったり、なんかそういうようなプレミアムな講座は作りたいなと思ったの、人数制限して。うん、それをやってから、あの潜在意識とか学びたいという方たくさんいらっしゃるから、そういう方たちに何か場をその人たちと一緒に作っていったりとかできたらいいのかなとか思ったりしてる、うん、でも私も結構こう思いつきでやるタイプだし、きっちりしてないんですよね。で私の潜在意識の師匠も全然きっちりしない人で、
ライブテキストもないしね、養成コースはテキストもないし、毎月月1回1年間その師匠とちょっとまあ大体のざっくりとしたカリキュラムはあるんだけど、まあ、それをもうみんなでなんかライブ感を持ってやっていく、なんかそれが私に一番合ってるし向いてるなと思ったし、なんか今までの世の中の固定概念に縛られてやってたらやっぱしんどくなるのがもうよく分かって、もうしんどすぎてしんどすぎて多分今回体調崩したんですよね。そのカリキュラムのこととかも考えてたんですよ、このもうなる直前、陽性になる直前に、だから合ってないんだなっていうのが分かったの。だからそういうのも感覚じゃん、こう日常生活生きてて、あやっぱこういう風な気持ちになったらずれてんだなとかやっぱ分かるじゃないですか。この感覚を研ぎ澄ましながらぜひ生きていってほしいなと思うし、一緒にそれを確認しながらやっていけたらすごくいいなっていう風に思ってます。おすごいライブハウス、えすごい、ライブハウスジャーニーエンジェル東京ライブハウスさんが1万円のスパチャをお待ちしております。ちょっとこれ場所ちょっと調べしておきますね、後で調べます、場所を。ありがとうございます。うん、そうということでございます。なんで一緒に楽しんで人生をね、たった一度しかない人生、たった一度しかない今のそのあなたの年齢、そのタイミングで今やりたいことをぜひやりましょうよ。今のこの世の中こんな感じだけど、でも大丈夫です。その自分の感覚に従って楽しいことを追求して、大好きな人とワクワクしながら未来を描いてやってたら絶対未来は明るいってもう改めて思うし、私もこれをたくさんの人に言ってもらってすごい支えてもらったし、だから私もそれを言う立場になりたいなと思うし、それでもし今目の前に見ていただいているあなたがちょっとでも現実に付けられたのであれば、その大丈夫を伝染してってほしいんですよ。ペイフォワードですね。ペイフォワードってすごいよね。一人の人が三人にいいことして、また一人の人が三人に良いことをしてってやったら世の中の人が幸せになるよっていう映画だったと思うんですけど、まあ、そういう感覚でぜひやっていけたらなと思います。で今ね、あれを打つとかさ、お注射打つとか、なんかそういうのいろいろあると思うんだけどね、もうそこに対してもういろんな人が揉めてたりとか、もうなんかあの人が打つ、この人が打つ、打ったせいでこうなったとか、なんかいろんなこととかがあるけども、もうそれぞれの選択でもう仕方がない ところもあるしね、受け入れ合うのが大事だと思うんですよ。尊重する、それぞれの選択を。うん、でもうここまで来たら、もう人をやっぱりね、ここまで来たらというか、そもそも人をコントロールしたり操作って絶対できないと。ありがとうございます、スパチャ。え、なんて呼ぶんだろう、ごめんなさい、読めないまあそういう形で一緒に楽しんでいけたら本当に嬉しいなと思うし、その楽しんでる姿を今後も YouTube で配信できたらなと思うんです。今までもいろんな気づきをこうやって配信してきたけど、自撮りがメインでねやってきたけど、スタッフとかとどっか撮り行ったりとかしたいなっていうのもすごく思ってるし、なんか新しい形でまた YouTube とかもやっていけたらなと。今回のこういうライブ配信のさ、この枠作ってとか、下にテロップ流れるような状態とかもね、昨日私夜中までずっとどうやってやるんだろうと思って調べて、あ、できたと思ってめっちゃ嬉しいんだけど、こういうクリエイティブな作業私大好きなんですよね。うん、だからそれを温かく見守ってほしいなって。私は私のやりたいことをやる、ね、みんながなんかそれで嫌ですとか言っても私がやりたいことをやる、申し訳ないけど。で私はいつも言ってるけど、誰かを助けたいとかいう風にやってるとどんどんエネルギーが落ちるのがもうよく分かったんですよ。今のこの世の中も前の動画でも言いましたけどね、誰かを助けたいとかあまりにもやりすぎると絶対沈没するから。今だから周りの目を本当に気にせずに、自分の好きなこととか楽しいこと嬉しいことにとにかく集中して、周りが何を言おうと私はこれをやるんだっていう、そこをぜひ大事にしてほしいなと思う。じゃないと絶対体調崩して陽性になるよ私みたいにだからそこ気をつけてやっていけたらと思います。そして結局ね、30分までって言って11分オーバーして喋りました。申し訳ございません。いやでも本当に今日嬉しいです。うん、ようやく今日の言いたいこと全部言えたなと思います。もう今日のスパチャ大賞ありがとうございます。ライブハウスジャーニーエンジェル東京、みんな調べてください、どこかどこなのか調べましょう。いやありがとうございます。あ、いつも声が大好きです、めちゃめちゃ嬉しいです。はい、やりましょう。あーよかったよかった、終わりますよこれで。スタッフさんも大丈夫ですよ、見てなくてねうん、そう書いてくれますね、藤野さん、自分を幸せにしよう、そういうことでございます。もう無視だね、人の言うことは、人の期待とか
なんか自分のやりたいことで勝手に人の期待に応えてるんならいいけど、人の期待に応えなきゃとか思いながらやる時代はもう終わりましたね。わがままに生きていいと思います。まなみさん出会えて嬉しい、ありがとう。じゃあね、またじゃあ次の動画撮ってないんですけど、動画のストック何もないんだけどまた動画かライブ配信こうやってまたやりたいなと思ってるので、質問もねまたいただいてましたし、なんか面白い配信の仕方とかまたしたいなと思ってるんで、いろいろ考えていきたいなと思ってます。みんなありがとうね、本当にありがとうございます。あ、たくさん見てくれてずっとね、すごい3700人だって、すごいね。終わりたくない、このままお風呂に入りたいよ、このままズルってね脱いでも見えませんねもうアカウント消されそうやじゃあね、ありがとう、本当に皆さん本当ありがとう、ありがとう、エネルギー循環しております、ありがとうございます。自分の感覚に素直になりようね、なりようねって言っちゃった、ほなみんのペースでねって、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとう、すごいいっぱいあるから切りたくないよね、ありがとう。またやってください、やるね、ライブ配信ほんと楽しいからやりますね、バイバイ。みんなも気をつけてね、ほんとあのでもほんと心と体の免疫力だから、それに関してまたあの LINE に追加してもらったらさ、あの健康美セミナーっていうのを今も月に2回やってるんで、また健康について改めて知りたいっていう方は、あの健康美メルマガをね登録してくださいね。あの分かんない方は LINE で質問してもらったら、スタッフがまた健康美セミナーの健康メルマガの登録の仕方アナウンスしますから、ぜひそれも見てください。やっぱもう改めて思ったよ、健康が一番大事って。ひろみさんありがとう、大好きです、ひろみさんありがとう、カツオメでとって、あ、ルカさんありがとう、ルカさんやったんや、スパちゃんありがとうバイバイ。おなみファミリーに入りたいって、もうファミリー作りたいよ、私が疲れないファミリー作りたい私が疲れないファミリー、私ね人数多いの無理なんですよね、やっぱりこういうのはいけるんだけども、人数多い場所とか無理なんですよね。うん、でいい感じのファミリーを、あ、そうだね、また明日インスタだからね、喉大事に、ありがとうございます、ありがとうね、じゃあねー。